清水駅は愛知県名古屋市北区清水にある名鉄瀬戸線の駅である。駅番号は ST03。1976年2月15日から1978年8月20日まで、栄町駅乗り入れ工事が行われた時は、西へ200メートルのところに仮設のTOICA駅があった。相対式2面2000ホームの高架駅。駅集中管理システムが導入された無人駅である。地平駅時代は構内踏切を有していた。武家屋敷の面影を残す白壁地区は当駅、または隣の尼坂駅が最寄り駅となる。最寄りのバス停は空港線上にある名鉄清水で以下の路線が乗り入れ、すべて名古屋市交通局により運行されている。車内放送での駅名読みのアクセントは静岡県の清水のような高低低ではなく低高校で発音される。以前は名古屋市電清水口延長線の深田町電停との乗り換えができたこともあり、1978年の栄町駅乗り入れまでは準急停車駅であった。また、1971年4月1日に市電が廃止されるまでは平面交差であった。なお、市電廃止後も市バスの停留所は深田町のままであったが、2011年に名鉄清水へ変更された。2001年9月30日までは、揖斐線にも清水駅があったため、当時の乗車券には、清水と路線名区別記号付きで表記されていた。manacaとかの利用履歴では当駅は、名鉄清水と表示、印字され、静岡県の清水駅と区別している。東大手、大曽根間上り線が立体化、名鉄TOICAから使用開始。交通新聞 P2 AB 寺田雄一改訂審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング2013年258ページ ISBN 978から47億7701万3364名鉄瀬戸線栄町八田間連続立体化に交通新聞 P1 名鉄不動産事業を育成硬化した商店街の第2弾、日本経済新聞朝刊2020年3月26日、2020年3月29日、閲覧 AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2018年2月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道巻末折り込み、名古屋鉄道廃線略図、令和2年度移動等円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道、2021年8月14日閲覧。名鉄120年史編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年651から653ページ。ありがとうございます。